ヒレナガカンパーチは、アジカブリ族に属する、海水魚である、ゲームフィッシュである。アシル・バランシエンヌとジョルジュ・キュビエにより、22巻に及ぶ、イストアール・ナチャール・デポワソンズの中で記載された。これが出版されたのは1833年だが、キュビエは1832年に死去している。小さい群れを形成し、タイヤ・サンゴ礁の斜面に生息する。 震度5から160メートルで見られるが、通常は5から35メートルに生息する。インド太平洋ではケニアから南アフリカ、マリアナ諸島、ウェーク島、琉球諸島、ケルマディック諸島、ニューカレドニアなどに分布する。航海、セイシェルには分布しない。東、太平洋ではカリフォルニアからペルガラパゴス諸島。西太西洋ではケープコットからアルゼンチン北部まで。 東、大西洋での分布は、よくわかっていないが、ランペドゥーザ島から記録がある。アジカとしては短く側平たした体型で、第二背びれは、第一背びれの2倍程度の高さがある。第二背びれ、尻びれは伸長して鎌型になる。背びれは8棘ゲ27から33何情。尻びれは3棘ゲ18から22何情。普通は、全長90センチメートル程度だが、 最大で160センチメートル59.9キログラムになる。琥珀色からオリーブ色の帯が体側下部に走る。背面とヒレは暗褐色から暗い青緑、覆面の色は薄く黄色から紫色の反射がある。生体では頭部に暗褐色の線が走る。腹器は白い。日中、夜間ともに接触し、小魚やイカを食べる。 太氷寄生虫を落とすため、サメやダイバーに体をこすりつけることがある。摂氏26度での新魚飼育では、最終後2ヶ月ほどで生成熟し産卵した。3ヶ月にわたって毎週1から2回の産卵が観察され、1シーズンの産卵数は1200万個に達した。ハワイ島近辺では、コナカンパチの名で養殖され、天然マグロ等の代替として流通している。 2008年の全世界での生産量は450トンであった。天然魚はシがテラ毒を持つ可能性があり、大規模な漁業が行われていないため、個体数は豊富である。飼料要求率が最も低い魚類の一つで、選抜育種を行わなくとも肉1に対し1.6から2の飼料で済む。これはクロマグロの1、10である。 肉の脂質含有率は30%程度である。深い海底に係留されたひし型の網で養殖される。このような場所には強い海流が流れているため、食べ残しなどを流し去って環境負荷を抑えることができる。ありがとうございます。